泣かないで GV。 やば、この感情しよう。そうだよ GV、 私の心はずっとあなたと共にある。もう離れない。 GV のことは私が守ってあげる。シア、泣いている場合じゃないよ GV。 あなたが今したいことは何？僕は行きましょう GV。 私の歌があなたの力になる。私の待っていたで候、ガンボルト。お前も生き返っていたか。死してなお小生の渇望は埋まっておらねえ。小生は小生を倒した貴殿と今ひとたび拳を交えたかった。何があったかは知らぬ。今の貴殿は鬼神がごとし希薄。感じるぞ、主の並外れた第七波動を実に楽しみだ。さあ心ゆくまでし合おうではないか。お前に付き合って相変わらずの釣れぬお言葉。なれば小生をのしてみせ。見事あっぱれだ。自分私の心はあなたを守るため。女の声何を背負っておる。受けよう恐竜自爆戦。よいいよいぞその気迫。小生が求めるのはそれなのだ。飛ばしハールドブルーライトニングを打ち砕く。満足だ。私の翼とあなたの翼が一つになった今なら、あなたは飛べる無限のジャンプで。GV、軌道エレベーターが動き出そうとしているわ。まさか生きていたとはな。どういうマジックだ自分。マシュマロ、お前の好きにはさせない。 GV は私が守る。そのセブンスのパターン、なるほど。サイバーディーバをその身に取り込んだ。惜しいぞ GV。 その力があれば私に代わり新たな時代のリーダーとなれただろうな。そんなことに興味はない。どうも育て方を間違ってしまう。仕方あるまい。今のお前は我々の前に立ちはだかる敵だ。ほとばしれアームドブルー、我が敵を貫き滅ぼせ。撃のセブンスがお前だけのものだと思っていた。かつて南米の奥地で世界で最初のセブンス能力者が発見された。そのもののセブンスは電子を自在に操るアームド車。ただでは雷撃による高い戦闘能力、電磁場を利用した機動力、そして何より電子技術が支配する現代社会においてあらゆる電子機器を意のままに操れる雷撃のセブンスはまさに究極の能力。当時旧来の発電方法に限界を迎えていたスメラギの連中は新たなエネルギー資源のキーとしてこの力に目をつけた。スネラギはエネルギー研究のため雷撃能力者を量産する計画を打ち立てた。こんなもの始まりの能力者から雷撃の能力因子をクローニングし、ボルティックチェーン他の実験体へ移植するプラン、プロジェクトガンボルト。他にしたん雷撃の能力因子に適合するものは極めて少なく、生きた成功例はわずか2名。その成功例がこの私とお前というわけだ。カークは GV、 私もお前と同じ境遇だ。お前ならばわかるだろう、世界は偏見にこしアームドブルーボルティックチェーン。さすがだガンボルト、その力、お前こそ新たなる世界の。そんなものになるつもりはない。僕はただシアンの仇を取っただけだ。ああ、そうだろうな。だが能力者の態度はもはや止められん。力を手にしたお前はその流れに抗うにしろ乗るにしろ、いずれ逃れられる戦いに巻き込まれていくことになる。お別れだ GV、 能力者の未来はお前に託す。グッドラック。